まあ、なんだろう、日向さんがさセンターだからこそ映える振り付けって感じで、すごいなんだろう、バレエみたいな感じの振り付けがめっちゃ綺麗ですよね。そう、MV も私もまだフルで見てないんですけど、楽しみですね、見るのが。めっちゃ綺麗じゃなかった？なんかねえ めっちゃ綺麗だった。そう、私たちも皆さんと同じタイミングで初めて MV をね、こうね、見させていただいたので、そう、一緒に興奮してたっていうね感じだったんですけれども、すごくなんか、そう、神秘的で、もうね、なんか、なんだろう、こう歌詞と合う振り付けというか、こうしなやかな感じ、すごく綺麗ですよね。こんばんは。ああ、そうね、ヒールで、あのね、ヒールで踊るの結構ね、大変なんですよね MV 撮影の時が結構大変で、ずっとその撮影だから何回も撮るんですよ。だからね、もう靴ずれで、もう足痛すぎて、もうどうにかなりそうだったでって感じ。そう、まあ、今日はさ、パフォーマンス1回だったから、まあ、リハでちょっと履いたぐらいだから、まあなんとか大丈夫だったんですけど、そう、 MV 撮影の時本当にやばくて、もう足の感覚ないみたいな 感じになってて、そう、大変でした、すごく。そう、あ、これ花火ですかね、ありがとうございます。あ、夏なのに花火なんですね、ありがとうございます。新衣装めちゃくちゃ可愛い。そうでしょう、そうなんです、早く見せたかったんですよ。新衣装もね、その MV に合わせてこう作っていただいて、めっちゃ可愛くないですか？なんかこう今までの衣装とはまたちょっと違った感じ、 NGT の可愛いと、まあ水色だからなんか綺麗混ざってて、すっごい可愛いですよね。私もめっちゃお気に入りです。ベルトのところとかもこうラメがねこう入ってて、その MV 撮影の時に、なんか光が結構こう当たってたんですよ、照明がね。だからなんかすごい衣装のキラキラとかもすっごいこう輝いてより見えて、もうなんか私さ、すごい嬉しくて、なんか自分が着るのももちろん嬉しいんですけど、こうなんか周りにいるメンバーが可愛すぎて 本当に幸せだったっていう、本当になんか、そう、今日のね配信で初パフォーマンスこう見ていただいた方は分かると思うんですけど、こう最初のイントロの時にこう様々な方向を向いてこう歩いていくんですよ。その時にこう待機してる時に、なんかみんな可愛すぎてめっちゃ嬉しかった なんかいい景色だなって思って見てました。あ、アイドルだーって思ってた みんな可愛すぎて嬉しかったです。そう、なん感じですかね。花火ありがとうございます。そうね、衣装も可愛いし、その衣装がね映えるような振り付けだったりとかねして、よきよきですよね。あ、そばありがとうございます。もう年越しな感じですね、早いですね。さや、アイドルだった。あ、ありがとうございます、嬉しい さやの歌割り分かりやすい。あ、本当ですか？私の歌声分かりやすい？嬉しいな、それは。歌ってますよ 歌ってますけど、はい、良いお年を。あ、良いお年を、ありがとうございます。あ、そうですね、アーシャもね、公開されて、TikTok に公式さんがね、こう、載せてくださってたんですけれども、皆さん、ご覧いただけましたでしょうか？私も見たんですけども、みんな可愛すぎて、最高って感じ。そう、私、アーシャは、こういう髪の毛じゃなくて、これ、あ、今日はね、MV 撮影の髪の毛にしてみたんですよ。初パフォーマンスってことだったので。んですけど、アーシャは編み込みつまみしてるので、そう、見てください、ぜひ。よろしくお願いします。どっかに載せるか、私のアーシャもね、保存できるようにね。そうしたいと思います。ありがとうございます。そう、あれもね、変わってましたよね、看板も。バンダイのね、看板も渡り空になってて。
あ、渡り鳥だ渡り鳥たちに空を見る、渡り空って言っちゃうね。そう、変わってて、私はまだね見に行けてないんだけど、もうすでにね見に行ったよって方もちらほらいるみたいで、ありがとうございます。天気のいい時にぜひ見に行ってみてください。花火ありがとうございます。フォローしました、ありがとうございます。まあ、シングルもそうなんですけど、今日シングル発売日と一緒のタイミングで今日発売のね月刊エンタメさんに久しぶりのソログラビアをこう掲載していただきました。パチ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 。はい、どうですかねこちらの方ももう買ったよっていう方もねいらっしゃったりとかして、どんな感じよ。新潟は明日なんですけど、だから私はまだ見てないんだけど、そうもうあのねゲットしたよって方とか、こうあの何で電子っていうのなんかで見れちゃったよっていう方もねいらっしゃったと思うんですけど、あ、まあみんなゲットしてくれたみたいでありがとうございます、嬉しい、ありがとうね。早速手に入れてくださった方とか、あのネットでね予約してくださった方とかもたくさんいらっしゃってありがとうございます。私ねまだ見てないからどんな感じか分かってないんですけど、そう今回はそう月刊エンタメさんでソログラビアを初めてさせていただきまして、あのいろんな衣装を着れたんですよね。こうまあまだ言わないけどまだ言わないけど、まああのねちょっとずつオフショットも出していこうかなと思ってるので楽しみにしていただいて、とりあえず最初はねあの紙面で見ていただけたらなと思うので、新潟の皆様もお楽しみにという感じでございます。あ、そう表紙にもねこう写真も載せていただいたりとかですごい嬉しいです、ありがとうございます。そう久しぶりですね、2年ぶりぐらいじゃない、あの前回のソログラビア初めてさせていただいた時があれまあ20歳のタイミングでこう公開させていただいたんですけれども、撮ったのは19歳の頃だったのでだいぶねこう時間が空いたわけですよ。約2年ぶりのソログラビアで月刊エンタメさんは初めてだったんですよね。そうなんですよ。で今回はこうあのクラクラのね掲載も一緒にさせていただいているということもあって、こう可愛いとなんか大人っぽいのなんか2つの表情で撮っていただいたので、ぜひ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 見てみてくださいね。いい感じだった、ありがとうございます、嬉しい。そうソログラビアもねこう載せていただいてますし、クラクラもねこう新メンバーとしてこう掲載もしていただいてるので、もう絶対に皆さんはゲットしていただきたいなというところでございますので、よろしくお願いいたします。はい、嬉しいですね。こうクラクラにもこう今回のねシングルからねこう歌わせていただいて、カップリングもあどうですか皆さんも聞きましたか、カップリングのチョコレートで眠れない、前回のさあのショールームスタジオから配信させていただいた時の時はあの一番だけだったっけ、一番だけね公開させていただいたじゃないですか。フルどうでしたかね、歌い方も結構こう表題の歌い方とは全然違う歌い方だったのであれってなるかもしれないんですけど、こうねあの可愛く歌ってみました。あとソロパートもねあのいくつかあるのでこう分かりやすいんじゃないかなって思いますし、嬉しいですねやっぱり。そうなんです、禁断症状出るぐらい聞いてます禁断症状めっちゃぶりっこしちゃいましたねそこね。そうサビ前のね私のソロパートめっちゃぶりっこしちゃったんだけど大丈夫かな、眠れないくらいを2リピして、あ嬉しい。私もね早速もうね表題曲に関してはもうサブスクも出た時からめっちゃおにリピしてて、すっごいなんかね好きな曲なんですよね本当に。
なんかずっと聴ける曲だなって。今日もね、だから朝とか聴いてたりしました。カップリング曲ね、全部本当にいいので、表題曲はもちろんですけど、私はあのクラクラとしてチョコレートで眠れないという楽曲を歌わせていただいてるので、ぜひ表題曲と合わせてね、たくさん鬼リピしてください。よろしくお願いします。可愛い曲ですよね、本当にね、本当いい曲って感じ。みんなに聴いてほしい、本当。で、NGT のファンの方以外にもね、こうね、知っていただけたら嬉しいなって思います。すっごいいい曲じゃないですかね。え、感動する。なんか初めて聴いた時からめっちゃいいって思ってて、こうちゃんと歌詞とかもこう決まって、また聴いてみて、すごくいい曲だなって、神曲だなって思いました。そうなんですよ。今回はね、あの今日は発売日ということで特別配信をさせていただいて、パフォーマンスはさせていただいたんですけど、まだねファンの皆さんの前ではパフォーマンスしていないので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。踊りも結構難しくて、すごい動線とかも結構大変な曲いっぱいなんかこうぐるぐるしたりとかさ、それから大変なんだけども、でもすごい綺麗揃って見えるのでね、楽しみにしててください。頑張りますね。あっという間に発売日にねなってしまって、早いですよね。今年ももう終わっちゃうよ。だってもう28日ですよ。もうクリスマスどっこって感じですからねクリスマスって、え、いつみたいななんか私の記憶としてはクリスマス1週間前とかな感覚なんですよね。1週間2週間前な感覚なんですけど、そう、早いですね。そう、早いよ。この前はね、あのショールーム、このショールームで夢とカホとマナとレイちゃんと5人でクリスマスパーティー配信をねさせていただきましたけど、みんなも見てくれたかな。プレゼント交換したりとか、まあ、ケーキとかチキンとか食べて、もうワイワイって感じのね配信をさせていただいたんですけど、すごいたくさんの方に見ていただいて楽しかったですね。え、あれがだって25日にやったから3日前、なんかもっと昔に感じるんですけど、私ビニール袋ね、やばかったよね。そう、私ね、あのプレゼント交換したんですけど、私が選んだプレゼントはまずなんかラッピングはなんか巾着袋みたいにしようって思って、なんかお花のデニムっぽいやつの巾着袋と、あと恐竜のなんか入浴剤と、あとクマちゃんのヘアゴムと、あとめっちゃよく使う鏡と、あとあのホットアイマスクをねプレゼントとして送ったんですけど、それはねカホがもらってくれて、私は何をもらったかというと、なんかもうビニール袋でこうなんか肩結びって言うんですか、あれ、あの肩結びされているビニール袋の中も一瞬ゴミかちょっと迷うぐらいのものがねこう届きまして、まあね中身を見たら、まあでもすごいあの中身はいいものでして、電動ヘアブラシをいただきましたいや最初ガチでゴミかと思っただってシワシワのさ、シワシワのなんかまださ、なんか綺麗な
ビニール袋なら、ビニール袋ならわかりますよ。なんか綺麗な状態でこう、ああこれさっき買ったんだねみたいな、なんか綺麗なね感じならわかりますけど、でもボロボロみたいな、みたいな、なんか回ってきてびっくりしたんですけど、中身めっちゃ良かったですよ。電動ヘアブラシ、まあ、まだ電池買ってないので使ってないんですけど、良さそうな感じですね。あの早めに電池買って使おうかなと思っておりますそう、結構いい感じのものでした。そう、電池買わなきゃ、まだ買えてないんですね。楽しかったな、クリスマスパーティー配信楽しかったですね。あっという間にでもシングル発売日になってしまって、早いですね。なんか今年もう終わるってやばくないですか。なんかいろいろありましたね本当に。あっという間だって、今日28日、29、30、あとあと3日で終わっちゃうの今年。やばいんだけど、どうしたらいいかな、どうしよう。あと3日、だってあさってはさ、つぐちゃんの卒業公演だからさ。え、待って、どうしたらいいですか私どうしたらいい、明日もリハーサルで、やばいな、あさってか、やばい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 、もうやばいやばいよー、どうしよう、どうしよう。本当に今年さやを知ってハマった、 ありがとうございます。知ってくださった方もね、ありがとうございますね。いやー早いですね、あっという間に、あれだね、明けおめです。ドタバタしてますよね本当に、なんか年末年始って。そう早いな、だって明日29日って結構やばい、早いですね。ぜひ年越しは渡り鳥たちに空は見えないよ聞いてください前向きな感じで前向きな感じで年を迎えましょう。よいお年を、ありがとう。お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます。MV 待って楽しみ、早く見たいんだけど私。そばありがとうございます。何時に出るんだ、フル YouTube に。私も見てないから早く見たい。アップされてる、なんだってもう出てるの。ちょっと私まだ見てないんですけど、見てないんですけど、どうでしたか。どうでした、どうでした。今見れないんだ、9時に公開、あ9時に公開されたのか。最高でした、お良かった、それは楽しみです。私も見るの終わったら見ますね、配信。こんばんは。フォーメーション綺麗、そうなんですよ、フォーメーションめちゃめちゃ綺麗で、そうなんですよ、移動が結構あるのでね大変なんですけど、すごい、待って早く見たい早く見たいぞ。楽しみ。
ゆっくり見ます。私も配信終わったらゆっくり見ます。バズったらいい。確かになぁ、ほんとに。ひなたを支えるの大変。あ、リフトチームですか。そう、私リフトチームなんですけど、え、でもなんかね、普通になんかピュって、私たちプロなんでリフトのプロなんで、なんかもう、はいって掛け声、あの力の掛け声であげるんですけど毎回なんか MV 撮影の時となんかタイミングとかも変わったんですけど、力の掛け声で私たちはこうねやってるので、せーのって言ってくれるので、それではいってあげてるんですけれども、もう余裕ですね。もうプロガチで、あれ私たちしかできないガチでプロ。最初ね、って思ったけど、大丈夫かなって思ったけど、なんかもうなんか、あ、リフトね、オッケー、はいって、せーの、はいって、もう余裕みたいな、なんならやりたいみたいな毎回って感じですよ。何人で支えてる、5人かな。私は日向さんの左腕を支えております。バラ、ありがとうございます。そう、楽しいもうね、失敗とかしないよね、うん、毎回成功。MV だけかと思ってた。毎回やるんですよあれ。はい。でもあれさ、本当にさ、人変わったら結構大変じゃない？なんかオリポジの人がやらないとなんか感覚狂いそう、なんかうんって。力ないなくなったら結構きついかも。せーのって言ってくれる人がいなくなっちゃう。そこもね、結構見どころですよね。なかなかないですよね、そういう。なんか今までにだってなくないですか、持ち上げる曲って。だいぶ新しいことしてるとね、楽しいですよ。しかもあれ多分さ、支える側も支える側だけど、こう乗る側も結構体感ないと多分綺麗に持ち上がんないから、多分綺麗に持ち上がってるのは多分日向さんだからだと思う。花火ありがとうございます。そう、多分体感ないと多分こうグラグラすると思うんですよね。日向さんだから多分綺麗にね持ち上がるんだと思います。あれはね、みんなの団結力って感じです。何これ、トラーヤ、ありがとうございます。かわいい、トラさんが去っていくって感じですねかわいい、クマが乗ってるありがとうございます。ありがとう、トラちゃん、クマ行くタワー、ありがとうございましゅー。来年はウサーヤがやってくる。そうです、ウサーヤです。トラーヤバイバイ、もうちょっとで。来年ね、ウサギ年、ウサーヤですね。こんばんは、こんばんは。12年後にまた会おう。12年後か、次トラ。12年後って、待って、
22歳ですから、私が34歳か。いや34歳か。34歳になった時にトラーヤを思い出すんですね。クラクラも含めて来年のさやの活躍も願ってます。ああ、ありがとうございますね。そうね、クラクラのねユニットとしての活動もね今後あると思うので頑張りたいと思います。34歳でも現役あれみたいな、だいぶだねそれ34歳はさすがにどうなんですか、どうなっちゃってんのって感じですけど。こんばんは。クラクラでもフェス出れたらいいね。そうですよね、本当に楽しみいっぱいって感じ。控えた目早速手に入れました。ああ、ありがとうございます。グラビア良かった、あ嬉しいな。私も早く見たいですね、紙面で。でもありがとうございます。明日でも明日見よう本当に。ぜひねゲットしてください。皆さんもでもありがとうございます。今回はね、白のさモコモコのニットを着て写真撮ったんですけど、あれめっちゃ可愛かった。アンケート頑張って書く。ああありがとうございます、嬉しい。そうアンケートとかもよかったらぜひ次につなげるためにぜひ皆さん書いていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうね、嬉しい。今日買いました。あーありがとう、やった。あそうチェキもねあるみたい。こんばんは。3冊買いましたいっぱい買ってくれてありがとうございます、嬉しい。お仕事もどんどんちょっとちょくらずつちょくらずつ載せようと思ってるので、楽しみにという感じですかね。初音もありがとうございます。この髪型可愛くない？ MV 撮影の時と一緒の髪型なんだけど可愛くないですか？なんか今回の衣装さめっちゃ可愛い系じゃないですか。お花とかなんか飾りも可愛くて、だからちょっと可愛い系にしてみたっていう。モバメ限定のオフショットもある。そうだね、モバメに載せるやつは他には載せないなって感じですか。編み込み、そう編み込みかわちいでしょ。ジャケットとは違うんですけど、かわちい、ありがとう。ジャケットはこういう全部の編み込み。なんか MV は MV と今日は踊るからなんかなびくのがいいかなって思ってなんか振り的にさなんかなびく系じゃん、なんかだから下ろそうって思って下ろしました。ハートありがとうございます。めっちゃ綺麗な感じ、飛んでる感じ、こうプリさんって感じ。ハートありがとうございます。結構好きな振りいっぱいあるな。うん、
方ありがとうございます。やばい、 MV 早く見たい、やばい。MV 早く見たい、気になる気になる気になる。遅くなったけど今来た。ヤッホーヤッホーヤッホー、こんばんは。でも今日はインスタも投稿したいし、ツイッターも投稿したいし、メールも書きたいし、 MV も見たいし、やばい時間がない。なんかもう本当に時間がないよね、日々。日々時間がないんだよ、どうしてって。足りません、足りません、1日24時間足りません。本当にありがとうございます。足りないですよ本当に。そして私はもう今日も絶対に寝落ちをしないようにしたい。最近全然してないんですよね、本当にガチでしてないけど、このあと多分私ソファーに行ったらもうパーって寝てしまうので、どうしよう。とりあえずここで SNS してソファーには寄らない方がいいのかもしれないけど、でもどうしようかな。ソファーで SNS を更新して、その後にお風呂入るか、もうここで SNS を更新してお風呂に入るか迷ってるんですよね。どうしよう、どうしようかな。寝落ちはしちゃダメだよね。どう思うみんな。 SNS は絶対にするんだよ、だけどそれをどこでするかっていう問題。どこでしようっていう気持ち今。ソファーでするか、もう高校でするか。え、ダメかな。そこ休憩しながらの SNS はダメですか。ダメ、ダメ、でもダメだよね普通に考えて。私もそれさ、誰かにさ言われたら、いやダメだよ絶対ソファーに行ったら寝るからって言うもん、私だったら。立ちながら、それは絶対寝落ちする。いやガチでそうなんだよね。本当にありがとうございます。どうしようどうしようどうしよう、助けてみんな、迷ってる。本当にありがとうございます。でもとりあえずだから配信が終わってまず MV 見ていい。まず一旦 MV タイム欲しい私に。いい、一回 MV 見させてお願い。で見るやん、で、まあ、感動するやん。でまあ今日のさ、まあ、時間的に多分、まあ、大丈夫やから、今日の何載せるか写真も選んでインスタツイッター投稿してメール書いて、お風呂いやきゃー、お風呂は入りたい、入る入る絶対入る、さすがに入りたい。あ、じゃあ今ちょっと髪の毛取っていいですか。お風呂からはさすがにな、時間的に厳しい。そ
ソファーに行きたい。そうなんだよ、一旦寝っ転がりたいかも。結構一回寝っ転がりたい。私はこれがっちゃダメなの？だから本当になんかさ、お風呂なんか自動お風呂機みたいな欲しい。ね。とりあえず30分に配信は終わりにしてって感じですかね。こんばんは。寝っ転がりな、いや寝っ転がっちゃおうかな寝っ転がっ仮眠だけはしちゃいけないっていうのは分かってる。それか半身浴しながら SNS する。それでいいかな。でも私お風呂の中で寝るかな。そしたらどうしよう、待って、どうしようどうしよう何が正解なのか分かんない何が正解なんだこれ。でも半身浴しながら SNS はありかもしれないけど、まあやめよう、やめよう、うん、やめよう、やめる。嘘、嘘です、嘘です。てなわけで MV が楽しみすぎるみんなもいっぱい見てください。ぜひいっぱい見ていっぱい聴いてください。クラクラちゃんの曲も「チョコレートで眠れない」もソロパートもねあるので、いっぱい聴いてください。よろしくお願いします。あと月刊エンタメさんに掲載されてるソログラビアもぜひぜひ見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、じゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位ヨッシーさん、ありがとうございます。12位11お兄さんさん、ありがとうございます。11位ロングさん、ありがとうございます。10位亀仙人さん、ありがとうございます。9位ケオさん、ありがとうございます。8位マサさん、ありがとうございます。7位松尾さん、ありがとうございます。6位コロコロさん、ありがとうございます。5位ホークさん、ありがとうございます。4位星の鼓動愛さん、ありがとうございます。3位ズミンチさん、ありがとうございます。2位赤毛団長さん、ありがとうございます。1位はゆうきさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなありがとうございました。改めまして8枚目シングル渡り鳥たちに空は見えない、よろしくお願いいたします。たくさん聞いて、たくさん MV も見てね、寝る前にみんなも見てください私は今から始めてみますということで、またね、ありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ。